今回はですね、リッケンバッカーの4001のレビューをしてみようと思います。まあ、とは言っても、先ほど私レビューした4003と4001の大きな違いって、まあ、そんなないんです。例えばこのピックアップ、トースターピックアップ、ホースシューピックアップ、ここは違うんですけど、その違いを正確に伝えられるほど、この楽器を同じセッティングにしてない。まあ弦もフラットワウンドですし、弦高とかピックアップの高さとか、そういう風なのが先ほどの4003と同じにしてないので、まあ、レビューしづらい、レビューしてもよくわからないところもあるのですが、自分がこの楽器を使って4003を改造しようと思ったところもちょっとレビューしようと思います。ではじゃあまずフロントの音をトーン全開で弾いてみようと思います。こんな感じです。では次はリア。まあ、音の大きなキャラクターは一緒です。ただ先ほどの4003と違うのは、このヴィンテージトーンというのができることですね。これをすると、ローカットされます。まあ、ハイパスというのが正しい言い方なのですが、わかりますでしょうか。これで、このローがカットされた音というのが、実はその昔はデフォルトだったんです。こっちの方が標準だったんですね。で、まあ、例えばポール・マッカートニーもこのコンデンサーを外してこっちの音にするとか、まあ、外すっていうのが結構一般的だったらしいのですが、今回ちょっと私この楽器を、まあ、バンドで合奏してみてちょっと思ったことがあるのですが、ヴィンテージトーンの方がロックな音しますね。両ピックアップをブレンドした時に。それは何でかというと、私もちょっと不思議だったのですが、このリアピックアップのローをカットした音をブレンドした方が、フロントピックアップのローが強調される、いわゆるドンシャリな感じのサウンドになる、まあ、特徴的な音になるって言ってもいいですね。例えばちょっとこのローカットしてない音で真ん中ミックスで弾いてみようと思います。ではちょっとこれをヴィンテージトーンに切り替えてみようと思います。そうですね、やっぱりフロントのこの太さ、このフロントの太さにリアのこのトレブリーなアタックのカチカチの音、これがいい感じに混ざる。個人的にはこれがやっぱりリッケンバッカーの一番いいサウンドだと思いました。だから本当は4001だから、こうリックオーサウンドっていうのはできないのですが、リックオーサウンドっていうのは、そのアンプを2つ、フロントピックアップ、リアピックアップでアンプをそれぞれ分けてやるやり方なんですけど、そうさせたいのがちょっと分かりましたね。ローが強いピックアップ、ハイが強いピックアップっていう風に、極端にこの役割が分かれているので、混ぜた時の音はとてもいい。でその混ぜ具合によって多分キャラクターだって作れるはずですので、多分最初のメーカーの設計はその音が一番かっこいい音だったと思うんです。まあそうですね、やっぱりこのリア単体だと音が全然使い物にならないので、カリカリでこのカチッと元に戻せばリア単体でも使える音が出せる。多分これはそのフェンダーのプレベっぽいものを狙ってるんでしょうね。まあプレベはこうやってシングルじゃなくてハムですので、疑似ハムですので、ちょっと音の種類は違いますが、そのフェンダーのプレベっぽい音も出せるようにってことで、これはスイッチをつけて分けてるんだと思いますが、一番リッケンバッカーらしい音っていうのは、やはりコンデンサーを入れて真ん中にして、音を弾くっていうのが一番この楽器はかっこいいんだと思います。まあ、今回こうやっていろんな楽器を弾いて、でいろんな風に使ってみないと、こういう違いだったりメーカーが意図してる良さっていうのは、やっぱりいろんな楽器を使ってみないとわからないことだと思います。
だからこの4001は本当に貸していただいて大変嬉しいなと思ってます。でも大変私自身勉強になりました。まあ、人の楽器ですので、そんなに、まあ、私好みの調整というのはちょっとこいつにするわけにはいかないのですが、でも自分の4003をこうやってコンデンサー入れて昔のヴィンテージサウンドにした時のロックな感じに変わる、ちょっと期待を、こいつを弾いてると期待ができますね。まあ、フラットワウンドですので、スラップはちょっといなたすぎるのでちょっと使えないのですが、この4001のサウンドレビューはこんな感じです。まあ、4001のレビューというよりはヴィンテージサウンドとヴィンテージサウンドでないものの比較のレビューみたいになってますが、個人的にはこの楽器はとてもいい楽器です。貸していただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではちょっと今回この楽器のレビューはそんな感じですが、基本的にそうですね、リッケンバッカー同じ音がします。だからこの2017年製のこの楽器が今時の現行で発売しているリッケンバッカーとほぼ同じと思ってて大丈夫です。まあピックアップがハイゲインピックアップとこのホースシュートースターの違いはありますが、この音の変わり方、こちらは現行品と全く一緒ですので、これを参考にしていただけるといいと思います。では今回こんな感じのレビューですが、何かしら伝わったらいいなと思います。ではリッケンバッカーいい楽器ですので、もし試す機会があったら試してみてください。よろしくお願いいたします。失礼します。